新しく建てるならどんな家がいい？家づくりの始まりはどんな風に暮らしたいかを思い描くこと。だから家族みんなの夢が膨らんでワクワクがいっぱい。そんな夢を持った家づくりだからこそ、建てる前によく考えてほしいことがあるんだ。はじめまして、僕はアルネットラ。アルネットホームのみんなと一緒に家づくりのお手伝いをたくさんしてきて分かった、家づくりに大切なこと、それをこれから一緒に見ていこう。夏は暑くて冬は寒い、その気温差はなんと 59.8 度。そんな一年を快適に過ごすには、家の中をちょうどいい温度に保つことが大事なんだ。熱は窓や壁、屋根や床など家のいろんなところから入ってきたり逃げたりするから、家全体を断熱性能が高い素材で覆うと、外の温度の影響を和らげて夏は涼しく、冬は暖かい家になるよ。しかも冷暖房の効率が良くなって光熱費を抑えられるから、長く住めば住むほどお得になるんだ。快適に暮らせば健康にもいいし、さらにお得なら最高だね。地震は繰り返し起きるもの。家は繰り返し揺れるたびにダメージを受けてしまうから、地震に強い耐震性能にプラスして地震の揺れを抑える仕組みがあると効果的だよ。地震の揺れに耐える頑丈な耐震パネルと、地震の揺れをクッションのように吸収する制震ダンパー、この2つを備えた家は地震が繰り返し起きても丈夫で長持ちするんだ。揺れを吸収する頑丈な家でいつまでも安心して暮らそう。裸足になったり寝転んだり、床は一番肌に触れる部分だよね。床材は2種類あって、それぞれに特徴があるけど、無垢フローリングは踏み心地と肌触りが気持ちいいんだ。しかも熱伝導率が低いから触れると温かみを感じられるよ。さらに水分を吸ったり吐いたりして家の中の湿度を調整してくれる効果も。いいことがたくさんある無垢フローリング、触れてみるとその良さがすぐにわかるよ。自分たちらしいインテリアで我が家を居心地のいい空間にしよう。でもインテリアを思い描くとき、ところどころこうしたい、あれがいいという希望を持っていても、全体的にどんなコーディネートがいいのかイメージしづらいよね。全体のコーディネートは専門のスタッフに提案してもらおう。自分たちの好みやライフスタイル、個性に合わせてトータル提案してくれるから、ぴったりなインテリアスタイルがきっと見つかるよ。いつも快適に、ずっと安心して、素材を感じながら居心地よく暮らしたい。
家づくりに大切なこれらのことを実際に体感できるのがアルネットホームのラビング体感スクエアなんだ。ラビング体感スクエアでじっくり体感して、みんなに合った家づくりを探してみてね。